皆さんこんにちは、ワンダルグルビージです。今回はコンペイキの艦隊スーパーファミコン版の続きをプレイしていきたいと思います。前回はパナマ運河を強襲する作戦を行いました。味方の損害が全く出ないという驚異的な戦果を上げることによって余剰の予算がご覧の通り2億を超えています。では早速新兵器の開発から始めていきましょう。艦上爆撃機銀星、開発は2800万ですね。開発します。続いて早産、これは艦上攻撃機、開発には3200万ですね。新兵器の開発は以上になります。続いて経済投資を行いましょう。前回はですね、この東方エルサレム共和国建国にあまりお金が使えなかったので、今回は思い切って 100% まで一気に投資します。これでお金を使い果たしましたので次のステージへと進みましょう。帝都空襲、将来出撃命令。では作戦の指令です。シナ大陸から侵入してきた敵の超重爆を帝都侵入前に全機撃墜せよ。シナというのは中国大陸のことですね。で、超重爆というのがですね、B29 を超える B30 という成層圏を航行する超大型の爆撃機。これをアメリカ軍が開発してきていて、今回、帝都、東京に爆撃を仕掛けに来るというので、これを阻止せよというのが内容になっています。敵が成層圏行動を航行するようなことがある場合は、将来の出撃を許可する。この将来というのがですね、従来のゼロ戦の場合は成層圏に到達することができず、 B29 あるいはこの B30 を迎撃することができなかったんですけども、この将来であれば成層圏へと到達して B29、B30 を迎撃できる、その最新鋭の迎撃戦闘機のことを指しています。それが将来です。敵の目標は帝都なので、帝都への侵入は絶対に許されないというふうになっています。赤い点滅しているところですね。いかなる手段をもってしても敵の帝都爆撃を阻止してもらいたいという内容になっています。続いて新兵器の報告です。今回新しく配備された兵器は、まずは銀星、艦上の爆撃機1トン爆弾ですね。これを装備できるということで救急式に代わる新型の爆撃機になっています。続いて艦上の攻撃機早産、これも新しい攻撃機で1トンの爆装、それに魚雷も装備可能というものですね。結局海山は使うことなくこの早産へと切り替わる形になります。そして分身弾、空対空ロケット、これは敵の戦闘機あるいは攻撃機爆撃機と戦うときにすごく有効になりますね。射程が6あるっていうのが大きいよな。今までだと隣接しないと、機関砲あるいは機銃で攻撃できなかったんですけども、これであれば射程6持ってるので、遠くからでも敵の航空兵力を叩けるということになりそうです。そして先ほどご紹介した極地戦闘機、成層圏高度で戦闘可能な将来、これが新兵器として報告されています。続いて敵の新兵器ですね、 TBF-1、 これは1000ポンド爆装と魚雷装備可能な艦上の攻撃機。続いて陸上戦闘機 P40 に代わるものとして P47、これ空対空ロケット装備してきそうですね。この時点で技術力の差はほとんどアメリカ軍と日本軍ではなさそうです。では早速ステージの方に入っていきましょう。この将来は OVA の中でも前原さんが
実際に見に行ってましたよね。マップから確認します。こんな感じのマップになっています。帝都はここにあります。軍令部と書かれてある、ここがまさに帝都です。で、この伊豆半島の先には横須賀の基地が。さらに左の方へ行くと、敵の爆撃機があります。P30 戦略爆撃機。爆弾を2つ装備してます。移動力は6ですね。で、こちらには厚木の基地があるという状況です。では厚木の基地から冷戦を出しておきます。まあ、冷戦は残念ながら成層圏に到達できないので、B29 ないし今回出撃してきている敵の B39、これを迎撃できないんですよね。ただ、土浦の飛行場にあるこの蒼来であれば、成層圏での迎撃戦も可能ということになってますので、これ、前期発進します。では、これでターンを送りましょう。敵の P30 がどう動くかですね。OVA の中ではね、あの大塚さんが、敵の B29 を迎撃することができず悔しい思いをしたというふうにね、前世のことを解雇しておりましたけど、ここはね、しっかり蒼来で新しい敵の B30 を撃墜して回りたいと思います。では早速その蒼来ですね、これを帝都方面へと急行させます。帝都にとにかく敵を近づけたくないんで、最大戦速で帝都方面へと前期成層圏を進んでいきます。僕はですね、今 OVA の方で言うと、ちょうどこの帝都の防空戦、これを見終わったところになります。なので、さらに次のストーリーを見るのが楽しみになってますね。やっぱりこの紺碧の艦隊、特にこのゲームに関して言うと、新しい兵器を開発するのがすごく楽しくて楽しみでもありますよね。ではこのままターンを送ってアメリカ軍の動き観察しておきます。敵の方は帝都の方へと他には目もくれずに接近してくるかと思ったら、ここで厚木に攻撃しかけてきましたね。厚木に爆弾が残念ながら落とされたという状況です。まあ、帝都に侵入させないことが重要ですからね。早速じゃあ迎撃戦に入っていきましょう。蒼来です。帝都に侵入させないということを考えると、こちらの蒼来が4機いるので、一番遠い人から確実に迎撃できる敵機を見つけて迎撃して回りましょうか。では、成層圏で敵の B30 を攻撃していきます。蒼来であれば B30 を確実に一撃で撃破できると思うので、4つのユニットに分かれている蒼来を使って、まずは4機ですね。これを確実に撃墜して回りたいと思います。
これで味方の総雷は全部攻撃を行いました。で、帝都ここにあるので敵の爆撃機が次のターンで迫ってくることはまあないのは確定しましたが、まあ念には念をということで冷戦で一応壁を作っておきたいと思います。厚木の基地はもうしょうがないですね。ここは低高度高高度成層圏と高さの概念はあるんですけど、ユニットの移動時には全くそれが考慮されていないので、ゼロ戦でも B30 の航路を邪魔することができます。こちらは厚木基地ですね。なんとかこらえてくれた。だこっちの B30 は横須賀の方に向かうようですね。ではまずは横須賀に迫っている B30 を総雷で撃破しておきましょう。続いて厚木を攻撃している総雷、B30 も総雷で攻撃をして撃墜しておきます。そして最後に残っている最後の一機、これを撃墜します。これで全 B30 を撃墜しました。今回のステージは以上になります。まあ次は大破してしまいましたが、他に被害は出ていません。アメリカ軍の方の被害ですが、 B30 全14機、これを撃墜しています。収支の状況ですが、1億8000万手元に残る形になります。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。